よう皆の者、達者でやっておるか。前田刑事だ。奥村スケモンだ。今日もよろしく頼む。スケモンよ、今日はどんな話をするのだ。うむ、今日は我ら戦国の世の武将が気をつけていた縁起や禁忌、占いの話をしようと思う。ことのほか我らの世では縁起を重要だと考えていたな。皆はどうだい、何か大事にしている縁起はあるかい。では我らの世の話をしよう。前に名字の話をしたと思うが、その時に家紋にも触れたと思う。自分の家に伝わる紋章が家紋だな。前田家の家紋は加賀梅鉢と呼ばれておる。前田家は菅原道真殿の子孫であるから、家紋も道真殿がこよなく愛したと伝えられている梅を家紋に使用しているのだ。奥村家は熊井笹だ。奥村家は三条の光栄であろうと前に話したと思うが、笹は帝を表す意味もあるゆえ、その流れを汲んだ笹を家紋に使用しているのであろうな。家紋には梅や橘、笹などの草花を題材としたものが多いが、桜や椿の家紋は武家に忌避されておるのだ。俺は桜の花見が好きだが、散りゆく姿を思えば家紋としては武家には好まれぬのだろうな。うむ、武家の中でも細川忠興殿は桜紋を使っておるが、椿紋を使用している武家は見たことがないな。椿の花がポトリと落ちるその様はまるで首が落ちるようだからな、武家には当然好まれぬだろう。他にも合戦に関わることとなれば、さらに縁起に縛られることが多いな。合戦における縁起といえば、まず女人との接触は禁忌の一つだ。出陣する前の3日間は身を清めるのだが、その間女人とのまぐわいが禁止になる。つけもんよ、そんなことを気にして男と言えるのか。お前ならそう言うだろうな。皆はおそらく我らが出陣前に熱い夜を交わしていたと考えるのであろうが、実際はそんなことはないのだ。他にも子を産んでから33日経っていない女人、月のものが来ている女人は特に合戦に向かう男に触れることは許されなかった。戦う武士にとって血を連想させるゆえのことだな。うむ、これらを乗り越えていざ出陣となるわけだが、縁起はまだある。戦に向かう行列の前を何かが横切ったら不吉とされておる。みんなはわかるか、考えてみてくれ。みんなそれぞれ答えを思い浮かべたであろうか。それでは正解を言おう。正解は犬だ。犬が右に横切ったら不吉と言われておる。だが左に犬が横切ればめでたいとされておるのだ。今の世では黒猫が横切ったら不吉だと聞いたことがあるからな。みんな猫だと思ったのではないかね。他にも旗竿の持っている部分より下が折れたら不吉、上なら縁起がいいと言われておる。俺はそんなこと気にしたことなかったな。時に刑事よ、合戦前に縁起を担ぐ必須儀式を忘れてはおるまいな。ああ、三婚の儀だろ。これは以前合戦の作法について語った時に話したな。打ちアワビ、勝ち栗、昆布の三品をこの順番に食べ、一品食べ終えるごとに3回酒を飲むのだ。合わせて9回飲むことになる。この三品は打って勝って喜ぶという意味だが、3という数字にも縁起が関わっているのだ。陰陽道の考えで奇数は縁起が良いとされているからだな。陰陽道では陰陽があり奇数が陽とされておる。ゆえに打ちアワビ、勝ち栗、昆布は1切れまたは5切れ用意するのだ。ここで奇数の3が含まれないのは、3は身とも言う。その身切れが身を切れとなり、武士にとって縁起が悪いからだな。なるほどな、言われてみればそのようにした方がいいなと感じるな。また合戦は占いによって決められた物事もあるのだ。進軍する方角の吉凶や出陣の日取り、天気などだな。どうしても強実に戦をしなければならないときは軍船を使ったらしいな。軍船は片面に日、片面に月となっておるが、強実の場合は実際の昼夜と逆を表にしたのだ。これで吉凶を変えた。抜け道みたいな話だな。何気なく見える合戦の道具にも役割や決まりがあるのだな。そういう吉だの凶だのは
誰が占っていたんだ？武将たちは足利学校へ通っていた生徒を雇っていたことが多いそうだ。足利学校は儒学が主な科目だったが、易学、つまり占いも重要視されておってな。易学は陰陽の組み合わせから神羅万象、過去や未来、現在までも読み解けるとされる占い学なのだ。足利学校といえば平安や鎌倉などいろんな説があるが、山内上杉家八代目当主上杉則実殿が学校を再び整備したそうだな。その山内上杉といえば、謙信殿が16代、景勝殿が17代目当主だな。宣教師フランシスコ・ザビエルは日本国中最も有名な坂東の大学と足利学校を評しておる。坂東は関東地方のことだ。ここで儒学や易学、さらに兵学、医学を学んだ者は僧侶となる者もいたが、武将に仕えることも多かったのだ。ああ、兼継殿が軍事を相談しおった僧侶がいるのだが、虎徹祖伯という名の僧侶で足利学校で学んだと聞いたな。景勝殿のおじ子の通天孫達和尚も足利学校の出身で、幼き頃に景勝殿も兼継殿も和尚から様々なことを学んだと言っておったわ。他にも家康殿に仕えておった僧侶の天海殿も足利学校で学んだそうだ。家康殿が祀られている日光東照宮などは縁起を担いだ要素がたくさんあるので面白いぞ。天海殿のように武将に仕えた学校出身の者は合戦時の占いや儒学の講義などを担っていたのだ。戦で占いが行われていたのは皆は意外に思うんじゃないかね。たとえ目に見えぬことでもできることは手を尽くしていたということだな。そういえば合戦が終わった後、武士にとって大切な褒章を左右する首実験があるのだが、そこでも占いがあったな。ああ、首実験とは自らが打ち取った首級を差し出し、大将が首の身元を判定した後、それに合わせた褒章が与えられる。この時首級の目の向きによって吉凶が占われたのだ。両目を閉じていると吉、片目だけ閉じていると凶って話だったか。そうだ。だが武田家ではこれが逆となる。武田信玄殿のもとには万兵庫という陰陽師がいたと言われておってな。推測になるが、学問としての易学と専門的な陰陽師の教えに違いがあったからなのではないかと思う。おそらく陰陽師は家によって流派が異なったのではないか。いや、つまらぬ推測をしてしまったな。すまぬ。はあ、死刑門の考えもなかなか面白いではないか。こういう話で酒を飲むのも悪くない。我らは戦乱の世で常に命の危険と隣り合わせで生きておる。故に験担ぎだけでなく、神仏に対しても信仰心が厚いものが多い。戦の前に武将は神社に願掛けをするのだ。上杉謙信殿は戦の前になると毘沙門堂にこもってごまを炊いておったと聞く。密教は仏教の教えの一つなのだが、ごまを炊き、手に印を結び、真言を唱えることで浄化や招福などを祈願するのだ。天災などを除く息災法など様々な修法があるのだが、疫病や災い、恩敵を除去する長福法というものも存在する。大体は国家のためにされる修法だが、呪詛として使った武将もおるらしいな。俺は体を張って勝負するのが好きだがね。では刑事よ、今日は良いカツオが手に入った。これをかけて勝負でもするか。おお、いいね。カツが名にあるカツオは縁起がいいな。勝負はスゴロクでもやろうじゃないか。では皆の者、今日はこれから刑事と一勝負するゆえここまでだ。それでは皆の者、また会おう。よっしゃスケモン、やるぞー。